はい、皆さんこんにちは。さあ今回はですね、新型クラウンセダンハイブリッド1日試乗ワインディング編をお届けしていきたいと思います。前回は街乗り編をお届けしましたけれども、やっぱり街乗りではですね、乗り心地の良さっていうのをものすごく感じる面もありました。このワインディング編ではクラウンセダンの運転の楽しさをですね、体感したいなと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。でこのクラウンセダンのハイブリッドにはですね、マルチステージハイブリッドシステムが、搭載されております。4段ギアが備わり、かつ、10段のね、疑似変速ができる、そのような、ハイブリッドシステムになっているんですが、こちらのハイブリッドシステムの特徴としてはですね、低速域からしっかりと加速することができる、エンジンの力をね、出すことができるので、アクセルを踏むとこのようにしっかりね、加速できます。これがね、ものすごく気持ちいいんですよ。でさらにエンジン音も雑味がなくて、ものすごくね、良いエンジン音が車内に程よく響き渡るといったね、そのような仕様になっております。いやでも楽しみですね。私がこのクラウンセダンハイブリッドを試乗車に選んだのはですね、やはり運転の楽しさもあるだろうということで、こちらのね、セダンハイブリッドを選択させていただきましたので、そのあたりね、じっくりお届けできればと思います。それではまず下りの印象、ノーマルモードからお伝えしていきたいと思います。さあではね、まず下りではどんな印象を感じるかっていうところですね。ちょっと今日は工事でですね、いつもと勝手が違うけれども、あ、こっから戻るんですね。それでは行きましょうか。さあ、ノーマルモード。おー、フラット、フラット、フラット。お、よく曲がる。よく曲がりますね、やっぱ。いいですね。で、パドルもあります。気持ちいい気持ちいい気持ちいい。これ、お、軽快だ、思ったより軽快だ。そして減速帯、うわかー、これはすげー。減速帯での乗り心地は一番いいですね。ノーマルモードでももう素晴らしいです。でもワインディング走るならノーマルモードぐらいがいいんだろうな。じゃあちょっと今度リアコンフォート行ってみましょう。一番乗り心地が良い、仕様ですね。リアコンフォート、あ、ただリアコンフォートでもロールが大きくなるかって言ったら、やっぱそこは電刹使ってるから違いますね。あ、今ねリアコンフォートで減速帯走ってますけども、ただノーマルモードとそんなに入力の伝わり方は大きくは違わないな。で数字、おお、いいね。気持ちいい気持ちいい。リアコンフォートでもぐいぐい曲がるし、変にロールしないですね。あ、すごいすごい、やっぱこの辺りは電刹の威力は感じます。おー、いいね。じゃあ今度スポーツ行こう。スポーツ忙しいな。スポーツはい、お、足締まりました。分かりました、足が締まったの分かりましたよ。ほんと滑らかに走りますよね。静かに滑らかに。スポーツモードでの減速タイムもいいですね、いいですね。でスポーツモードにしたことによってステアリングのレスポンスが良くなりましたね。楽しい楽しい楽しい。安定感めちゃくちゃ高い。あー、シートのホールド感はやっぱちょっとね、ゆったりしてるから体のズレは感じる。
でもワインディングを走るならばやっぱりスポーツモードがいいな。おいいねいいね。やばいこれやっぱりね、クラウンセダンハイブリッド運転の楽しさありますよ。ありますあります。あ、楽しいよこれ。クラウンスポーツの方が軽快感はあるけれども、セダンでも十分楽しめるいや楽しい。セダンでも十分ワインディング楽しめますよ。やっぱ可変ダンパーが備わっているから、その速度、あと路面からの入力に応じて適正な減衰力にしてくれるので、やっぱりデンサスは魅力的ですね。さあ続きまして、今ね下ってきた道を登っていきたいと思います。下りはね良かったね。安定感めちゃくちゃ高く、各モードでも電刹の威力をしっかり感じられたし、リアコンフォートにしてもロールが大きく出るわけでもなく、適度にやっぱり締まってくれるっていうところもあり、なかなか良かったですよ。ただクラウンスポーツのような軽快感はないけれども、どっしりとこう優雅に走ってくれる。で、走り方によってはスポーティーにも走れるっていう、そんな感じですね。ではこれから登っていきます。今ノーマルモードで、走っておりますので、まずはノーマルからね行きたいと思います。アクセルを踏んでいくと、マルチステージハイブリッドシステムのおかげでスッと車を進めてくれる。エンジンの力を最大限に低速域から発揮することができるというところですね。そしてコーナーではロールは適度に抑えつつ上質に曲がってくれる。このような切り返しのコーナーでも安定感高く、左右に振ることなくね、しっかりと登っていくって感じ。うわー楽しいいいね。じゃあ今度スポーツ行ってみましょう。スポーツモードはエンジンの、お、もうレスポンスが良くなってます。もうすでに良くなってます。ここから踏んでいくとラグは感じるね。ラグは感じるけど音いいね。音が上質でいいですね。ザラつきないな。このあたりやっぱりね、スポーツとは違うね、勇ましさがなくなってるって感じかな。伸びやかに加速するって感じですね。楽しい楽しい。楽しいわ。では S 字、やっぱりスポーツモードだとステアリングの反応はいいですね。やっぱこういったところを走るにはスポーツモードが適していると思います。では今度はリアコンフォート行ってみましょう。乗り心地仕様ですね。踏んでいきます。まあ伸びやかに加速しますね。いいですね。でこんなに乗り心地がよく、足回りはね柔らかいけれども、コーナーに入るとそう適度に締まってくれるって感じだから、ロールは抑えられます。だから不快じゃない。ただリアコンフォートでちょっと路面の悪いところ入ってると上下の運動が若干出ますね。で余韻が若干残るって感じかな。リアコンフォートでもハンドルの、ね、ステアリングのレスポンスはいいです。ちょっとエコ行ってみよう。エコなかなかね全部は試しきれないな。
ハンドル軽いですね。エコハンドル軽い。うん、ただね、そのステーリングのレスポンスがダルじゃないんですよね。ここがまたいいですね。レスポンスが良すぎて不快かっていうと、それはそうじゃなくて本当に上質な感じです。で、今みたいなドンドンって降りる場面、ものすごく乗り心地いいですね。いやー、すごい。クラウンセダン楽しいね。あー、これは面白いっすね。このクラウンセダン、後席にね、お客さんを乗せたりすることが、まあ、多くなる、車だとは思うんですけれども、やっぱりね、このハイブリッド、ドライバーズカーとしての、側面も持ってますね、これは。やっぱこのマルチステージハイブリッドの、10段疑似変速、このあたりのテンポの良さっていうのもものすごく良くて、運転していてね、本当ね、ワクワクできる感じがある。で、しかも安定感めちゃ高いし、そう、よく曲がるし、ワインディングはね、面白いですね。いや、よかったよかった、ワインディング走れてよかったです。おすすめできます。ということで、今回はクラウンセダンハイブリッド1日試乗ワインディング編をお届けいたしました。しっかりと走りの楽しさをね、体感できました。まだね、試乗されたことない方はね、本当おすすめできます。で、次回は、高速道路編お伝えしていきたいと思います。高速道路編ではいつも通りレーダークルーズコントロールなどね、いろいろ試しながら走っていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお待ちしてまーす。